今日は今夜の10時頃です。だんだんと夏に近づいてきて、何か生き物が活動する時期になってきました。特に夜、普段活動していない生物たちが活動しだすと思うんで、何かいるかなと思いながらその辺を徘徊して見つけてみようと思います。いやー、こういうね、夜のこういう暗い道、テンション上がりますね。ワクワクする。しかも今季節的にめちゃめちゃ気持ちのいい時期なんで、夜散歩しててもとても気分がいいです。早速いましたね。なんだあれ、誰だ、なんか歩いてますね。黒い影が、お、黒猫さんですね。隠れちゃったな。ちょっとはっきり分かんなかったけど、いましたね。チロちゃんに遭遇しました。お、チロちゃん久しぶり。おしっこしたよ。おしっこした。行くよ。寝るよ今度。お、ねんねだって。ね。チロちゃん。あ、おう、うん。寝るよ。はい、チロちゃん。おやすみしよ。おやすみ。チロちゃんおやすみ。何や。行くよ。はい、チロちゃん行こう。チロちゃんまたブリちゃんと遊んでね、またね。うん、またね。チュウちゃんって、はい、終わり。はい、行くよ、ね、はい、おやすみだよ、ね、はい、こ行こう、おやすみはい、終わり、もう終わり、ね、はい、チュウちゃん行こう。チュウちゃん、ねんね、な、はい、はい、もうおやすみだよ、おやすみほら、な、また明日テンション上がっております。はい、おやすみなさい。バイバイ、ちーちゃん。待ってるよ。お、いたいた。こういうカエルの声最高なんですよね。めちゃめちゃカエルの声最高。うん、なんかいるな、あそこに。なんだ、昼か、これ昼ですね。昼って水の中でも生きれるんですね。でも結構こうやってカエルの声がするんだけど、探してもなかなか見つからないんですよね。どっからしてんだろう。あ、いた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 。いたわ。うわ、めちゃめちゃ膨らんでるじゃん。何あれ。すご。こんな膨らむの。ちっこいカエルがめちゃめちゃ膨らんでおりますね。面白。結構こうやって見るといるね。カエルの合唱しとるわ。ここにもいた。いろんな発見がありますな。あれはウシガエルですね。浮いてるな。さっきのちっこいカエルとは違って、全然鳴かずに。あ、潜ってた。こんな感じで夜は浮いてますね。あ、そこにいるわ。でっか。ステイしてるんじゃないの。
ほら、ステイしてますね。あの奥にもいるな。ちょっと分かりづらいけど、いますね。うん。あ、なんかこの花めっちゃいい香りする。何の花だろう。すごいいい香りする。まああの森の奥でかすかに目が光った気がしたけど、カメラじゃ分かりづらいですね。お、今度は誰だ。お、なんかいた。あ、いっちゃった。白黒の猫さんがいましたね。ちょっと今小雨が降ってきたんで、そろそろ帰ろうかな。また夜を徘徊してみたシリーズ、近々やってみようと思います。結構徘徊してると新しい発見があって面白いですね。あれ、いないか。おんくち、何してたんだ。社長くん行かないよ。ブラックが揃いましたね。あら、ソランくん、みちゃん、ただいま。ちょっとね、夜一人で散歩行ってきたわ。みちゃんも行きたかった。でもみちゃんさっき散歩行ったしね。ね。お。なんかいろんな生物いたよ、みちゃん。お元気。ただいま。なんかいろいろ友達がいたぞ。最近お元気、なんか寝てばかいるね。あれ、ヤギ姫なんなのとこにいんだ。ヤギ姫、兄ちゃん、いろんな生物いました。リヴァイ星、夜出ると覚醒するからね。リヴァイ星は家にいましょう。リヴァイ星の友達何人かいたよ。